ジョバンニ・ゴリーヤは、イタリアの政治家。首相、財務大臣、農林政策大臣を歴任。鳥の大学を卒業した後、1960年に、キリスト教民主主義に入党。1976年、大議院議員に初当選した。1982年から1987年まで、アミントレ、ファンファーニ内閣やベッティの、クラック氏内閣の財務大臣を歴任する。 ルーブル合意に出席した際には、あらかじめ G5 県で合意が済んでいたことや会議が、アメリカ主導であったことに不快感を示し、会議の途中で帰国している。1987年7月28日、首相に任命される。ゴリーア内閣は、DC、イタリア社会党、イタリア共和党、イタリア民主社会党、自由党の後党連立で組閣された。44歳での首相就任は、 イタリアが共和制に移行してからの最年少での就任であった。1987年、チェルノブイリ原子力発電所事故を受けて、原発建設における政府権限の制限を問う国民投票を実施。結果、原発関係の現行法の廃止に圧倒的多数の票が集まり、ゴリーアは原発建設を当分の間凍結すると発表した。しかし、 連立与党の足並みの乱れから、1988年4月に、ゴリーヤ内閣は、総辞職する。その後、1989年に、欧州議会議員に選出される。1991年、ジュリオ・アンドレオッティ内閣の農林政策大臣に就任し、ジュリアーノ・アマート内閣では、財務大臣に就いた。しかし、1993年に収賄容疑に問われ、 1994年5月21日に肺がんで急性した。ありがとうございます。